フロントコートにここで持ってきました。さあ止めるか川崎、決めるか横浜、ラベナが行く、ラベナ合わせてコッツァーのクローター、おーバックショット決まった。もう対応はしてきたんですけども、こっちに合わせてくるっていうのを決めましたよね。残り 0.2 秒、残り 0.2 秒、うわこれが決まらず77対77。ジョーンズのピックアンドロールを狙います。そのジョーンズへ込んで、ジョーンズスピンムーブから打たせない、アウトオーバーズ、いい合わせですよ。あっと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 、トラベリング、キングカイ、キングカイ持っていく、キングカイいます。横浜の方はゲイリー・クラークファール4つです。ジョーンズとイングリス、ジョーンズペイントに押し込んで、あーターンオーバー、持っていってクラーク、ここも寄せるマシューライト、カットしてきたキング、そしてステップサイドからスノーのスリーだ、リバウンドジョーンズ、シネマロスコをスクリーンに使いながら、さあそのピックアンドポップからロスコアレン、やってきました、よくフェースガードマシューライトがキング界についていく、イングリスリバウンドまで、イングリスリバウンド、クラーク、ラベナ、マスコがついていく、ラベナ、おーマスコの足がよく動いてアウトオーバーンズ、川崎ボール、いやそのディフェンスのコンセット素晴らしい、マスコ一旦下がりました、渋谷のスリー、リバウンドはコッター、ただ積極的にね、本当リズム上げていきたいですよ、イングリス、イングリスパスアウトがずれて、イーダー、あ取り返す、ここはキングカイ持っていく、リバウンド、ここも川崎のポゼッション、さあ残り2分半、入ってきてロスコアレーン、エドワーズ、よく決めた、昨日ロスコアレンも本当に底知れない得点力、よく走っていきました、ちょっと増えてきてますけどね、はい、粘りながら、クラーク、コッツァ、それからスローがファール4つずつ、あーボーナスワンスロー落としています、いや腰掛けていきたいですよ、まあはい、あー倒れる、あーっとキングカイ左足首ひねった、慣れない環境みたいなのも選手たちも含めて若干ねあるのかなと思いますね、はい、コンディションをしっかり整えてほしいですね、まあ、とにかく、まあ、ボールも人も動くスタイル両チーム試行していますので、まあ、それのベースとなる走るところだけど徹底的に両チームやっています、はい、通称篠山、あーっとこれはアウトナンバー続きます、飯田が行くファールで止めるイングリス、さあ残り2分、イングリスとコッツァー、そしてハンドオフラベナへ、篠山のディフェンス、アウトオーバーズ、川崎ボール、すごいディフェンス、ロスバレの動き直しを要求しながら、イーダー、ここミスマッチですね、ロスバレにポストアップミスマッチ、ロスコアレン、リバウンドジョーンズ、さらにオフェンスリバウンド取れない、取った、あーっとジョーンズのファール、ダメな、今日ここまで8分の6フリースローです、うわーっと、うん、2本目は決めてこれでワンポゼッション狙っていきたいですね、川崎、篠山には大場がついていく、篠山のスリー、あーっと、おー、ファール、いやこの篠山、マスコ、それから飯田、この3人のプレータイムが伸びています、今日の川崎フリースロー、スリーショット、あ3本揃いました、これでフルスツーポッツはフェイクスクリーン、クラーク、クラーク、クラーク持っていく、ロスコアレンついていきましたが、フリースロー、クラーク、ちょっともったいないですね、チリの積もればでちょっとこの辺り勝負に影響が出ています、2投目は決めています、ただまだ2ポゼッション差、これを決めて3ポゼッション差、両チームボーナスに入っています、篠山、篠山、
ジョーンズはここでマシューライトへ、あーっと、またファール、ポッツァーファールアウト、そしてマシューライトにフリースロー、残り32秒から、はい、短い時間帯で得点まで行きたいですよ。ラメナ、ラメナが行く、飯田がつく、ラメナ、あー、ターンオーバー、もう時間かけますね、はい、うん、この辺のコントロール上手ですよね、はい、勝負ありか、オーバータイム、ロースコアレン、最後のフローターが落ちたところで試合終了。